時は乱世、戦乱の時代。五冠の末に始まった群雄割拠はやがて三国の帝立へと収束する。三国、すなわち劉備の蜀、孫権の呉、そして曹操の魏。今曹操と劉備はすでになく、魏と蜀はその子や孫が継いでいた。天下は三国のせめぎ合いの中、次なる時代を目指す。蜀の上将諸葛亮は魏に対し幾度となく侵攻を繰り返した。しかし魏の知将司馬懿がこれに応戦、蜀軍をことごとく退けた。消耗する蜀と己の命、焦る諸葛亮は最後の勝負を敢行。五条原の地に大々的な陣を展開、乾坤一擲の構えを見せた。魏軍を率いるは司馬懿、司馬氏、司馬昭、趙俊から英知の一族。その長たる司馬懿の視線は動き出す時代の先を見据えていた。戦も人も私の思い通り。言ったか、諸葛亮。父上、なぜそのような声を。我が血をかけて戦うに値する男、それがいなくなるのだ。これよりの戦はただ退屈となろう。よっと。いいじゃないですか、退屈だろうと楽なのはいいことだ。追撃を始める。しょ、気を抜くなよ。
はいはい。テモだ。わかってますって。旦那様、好敵手を失い悲しゅうございますね。旦那様こそ油断なさらぬようご一緒してもよろしいですね。諸葛亮、せめて完膚なきまでに職を叩くことこそ貴様への手向けよ。行くぞ。諸葛亮なき今、恐れるものはない。愚豪の死と化した蜀を打ち滅ぼせ。まずは前線を押し返す。本陣前まで押し寄せた敵を倒すぞ。進化。なぜ今回のために私に変化をした。お前の手に入れたどっちか。もちろん旦那様の身を案じてです。それ以外の理由などございません。負けてたまるか。俺たちは絶対に諦めないぞ。諸葛亮を失っても依然士気は高いか。わしの気力が破れようと。敵将打ち取ったわ。私たちは負けられない。たくさん受け継いできた志があるから。かたくなな抵抗よ。諸葛亮を失ってなお罪を責めた。素晴らしいご活躍、お見事。時間稼ぎだ。この抵抗は虚構という。二手に分かれ進軍する。私と進化は正面だ。死と将は西より攻めよう。なんという武勇。これ以上の進軍は被害を増すだけだ。急げ、撤退を始めるぞ。あの攻勢は撤退のためか。だが我らを誘い込む罠にも見える。これより蜀軍を追撃する。敵の罠に十分注意して進軍せよ。皆を無事に撤退させることが私の役目。ここは絶対に通さない。この程度の罠で終わりか。諸葛亮なしでは随分と手ぬるいものだ。抑えきれ
か。おとなしくしてね。さすが母上、本当に誰よりもお強い。消えればいいわ、消えればいいわ。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。おお、素晴らしいご活躍。鬱陶しい投石を止めてやれ。手加減してやってはどうか。さすが母上です。本当に誰よりもお強い。孔明様の意志は不滅です。この先若き竜たちが陣の世を築くでしょう。夫婦揃って人任せに。若い人たちも志を背負わされて大変だ。
主流。命に変えてもここは通さぬ。残るは脅威だけだ。奴を敬愛する諸葛亮のもとに送ってやろう。母上、いやお強い。父上を尻に敷くだけのことはあります。私は上昇に誓った。真の世を築くと可愛がっている。その誓いを果たせぬまま倒れはしない。血気盛んな子だわ。上昇、上昇のお志、必ずや果たしてみせます。バカめ、志を止まる。その実情でひた進むだけの輩が。まあいい、諸葛亮よ。貴様なき今、私は思うままに進むのみよ。死、生、乱世の罪とは何だ。世を乱す、まさに言葉の通り。天下の平穏を破り、戦火をもたらすことと存じます。こんな面倒ばかりで面倒くせえことですかね。愚か者が跋扈する。乱世の罪のすべてはそこに行き着く。才ある者が時代を動かす、それは良いのだ。だが才なき者が我も我もと立つ、それは天下に対する冒涜とさえ言える。わかるな、死、生。故に我らは己の才を磨き、天下をあるべき姿へと導かねばならんのだ。希代の軍師諸葛亮は五条原に没した。指導者を失った蜀は国力と体制を整えるべく軍を撤収する。好敵士として諸葛亮と戦を重ねた司馬懿はその死に万感を抱く。己が認めた才が一体今時代はどのように動いていくのか。司馬懿は天下とそして自分の取るべき道を進慮する。その4年後、司馬懿にとって憂うべき事態が起こる。城兵を本拠に両党一体を領する公孫衍が反乱。自らを猿王と称すると魏からの独立を宣言したのである。まさに凡愚、群雄割拠へと素行する妄動に憤る司馬懿。このような乱世の愚を絶やし、才ある者による時代を築くため、司馬懿は司馬氏、司馬昭、王元吉らと共に城兵へと赴く。この司馬忠達の地望見せてやろう。
媒様たちを見るたびに思うよ。これが理想の家族だって。おい、お前本気で言ってるのか。高尊炎は肉親を陥れ国を欺く非道な男。かつて義の使者も斬られたとか。高尊炎も面倒なことをしてくれましたね。せめて降伏してくれればよかったんですが。面倒、いえ何でもありません。芝師様は芝居様に、芝生様は超春夏様にですね。中身はともかくですけど。俺見ちゃったんです、芝生殿が芝居殿に説教されてるの。適当はやめろ、目付け役をつけるから覚悟しろと。でやってきたのが大元気殿。開口一番覚悟することねですって。あの時の芝生殿の顔、まさにめんどくせって書いてありましたよ。芝師殿はしっかり者の兄、対して芝生殿はお気楽な弟。見た目も中身も対照的な兄弟だな。高尊炎は叔父から散脱して牽制を得ました。今は義語の間を狡猾に渡り歩いています。下道とは奴のようなものを言うのでしょうか。高尊炎は自ら炎王と称したと聞きました。勝手に名乗ればいいってもんじゃないですね。葬儀は芝居様たちを頼りすぎかと。これで戦王と批判されたらやってられません。大元気殿は芝生殿のお目付け役だ。芝居殿に直々に壊れて引き受けたそうだ。芝居殿だけではない、超春夏殿からも痛く気に入られているとか。あの夫婦からの信頼が厚いとは。いやはや一体何者なのだ。芝一族ってみんな地顔が笑ってないか。そう言われてみればそうだな。まあ楽しそうでいいんじゃないか。無能と才がある者には明らかに才がある。こんな感じでいかがです。高尊炎は葬儀に不満を述べて独立しました。ですがこれってただの反乱ですよね。超春夏殿は良妻賢母の誉れ高き方、芝一族の繁栄に一役買っていらっしゃる。超春夏様はいつでも物腰柔らかなのに、近くにいらっしゃると緊張します。旦那様、お支度はよろしゅうございますか。うん。春夏よ、こたびも戦に出るつもりかな。ええ、何か不都合でも。もう無理のきくお体ではないのですよ。もし旦那様がお倒れになったら。そうか、お前にも心配をかけていたのだな。心配？まさか。あの子たちを育てるためです。いい加減第一線を引くことをお考えを。うん。だが眼前でのさばるボングは見過ごせん。高尊炎は自ら降伏の道を断ち切った。わざわざ勧告してやったにもかかわらずだ。あれは債務通帳、もう遠慮はやね。
私の手で罰してくれよう。反乱を起こした高尊炎を撃つ。つまらぬ戦だ。迅速に終わらせるぞ。まずは味方本陣を狙う敵を一掃する。こちらに渡ってきた高尊炎を撃破せよ。敵が我々を誘い出そうとしているのは明白。旦那様、それでもいらっしゃるんですか。うん、我らを分断するつもりだろう。こたびは策にあえて乗り、敵の油断を誘うぞ。敵もなかなかやるようだな。ここはひとまず撤退だ。この不自然な撤退、狙いはやはり分断か。誘いに乗ったふりをして敵を追え。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。素晴らしいご活躍、お見事です。かかったな。撃て、今だ。足を上げ、奴らを孤立させろ。こんなことだろうと思っていた。体勢を維持し、敵を迎え撃て。あの拠点、裏手は崖になっている。登れば敵本陣が上に出ることも可能か。後の足がかりとなるやもしれぬ。彼の地を我らで制圧するぞ。あら、もう決戦を挑むつもり？こらえ性のない人は感心できないよ。土砲を起動させて。敵もそこまでは考えが及んでいないはずよ。あ、このままじゃ進めないぞ。進化の起点で敵が足を止めている。今のうちに本陣を狙う部隊を叩け。伝令、新規の総援戦場に接近中。これで本陣を狙う部隊の背後を取れる。一息に攻め立ててやる。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありません。責任ある立場にふさわしいご活躍です。父上、大変なご活躍です。幸福の使者が来ました。ロックの勇者のせいで負けが見えれば幸福だと。今さら何を言ってきても遅いわ。バカめが。戦う、守る、忍くだ、死ぬ。5つの道で高尊炎に残されたのは一心のみよ。伝令、東に敵の増援が現れました。いつ
もながらお見事な武勇。武の策の出番もあります。負けを認めず老中を気に込むか。どこまでも愚かな奴よ。眼前の光景にとらわれるな。門がダメなら違うところから入ればいい。裏手の山から敵本陣へ奇襲をかける。先ほど制圧した拠点にはしごを設置せよ。素晴らしいご活躍、お見事です。父上、よくまあお元気で。立場にふさわしいご活躍です。いい頃合いよ。この俺が相手だ。父上、大変なご活躍です敵は我らが上から来るとは思っていない。飛び降りて敵本陣を奇襲するぞ。何？貴様らどこから城に張り込んでるんだ。おのれ芝居地族め。女、私の国か。まったく無駄に時間を費やしたわ。この疲労感、虚しきものよ。アングたる高尊園の野心は芝一族の英知によりついえた。その翌年、魏では皇帝曹英が没し、後継として曹芳が即位。曹英の遺志により芝居と曹操が新帝の補佐を託された。これに対し大将軍である曹操は芝居のさらなる台頭を危惧。芝居を疎んじ、自らが魏軍の実権を掌握せんと画策する。一方芝居は曹操を無能と断じ、その動きを静観していた。5年後、曹操は自身の実績を作るため蜀侵攻の軍を起こす。芝居は曹操からの出兵要請に対し自らの子らを送り出した。戦の中、軍略の良し悪しを見ることも若い者には経験となると。かくして芝氏、芝将、果樹、趙春夏が高青山に立つ。かつて英傑が治癒を競った漢中の峰々に若者たちは何を見るのか。
加工旅に任せておけばいい。少しなんとかならんのか、うん、アホと見られるといらぬ厄介事を招く。今お前しかいないだろう。それに俺は本物のアホだ。今はそうやってほうけた真似もいい。だがお前のその大気直に天下を受け止めることになろう。相変わらずだな。買いかぶるなって。四条、お前の器必ずや目覚めさせてやる。どんな手を使ってもな。陣らしい陣もなく、策らしい策もない。これで勝てってのはひどいな。やる気か頭が足りなさすぎる。ま、俺が言うのもなんだけど。これが戦と陣と呼べるものか。ただ兵馬を並べただけではないか。そうそう、やはり愚物か。敵は国の外だけではないようだな。曹操はかつて旦那様のもとにいた無能。それが今や大将軍なの。いよいよ葬儀も朽ちて倒れる時かしら。火獣殿はあの忠臣火器将軍のご子息だ。芝将殿とは分系の交わりであられる。お二人ともまるで性格が違うがな。人間相性ってのは分からないものだな。なあ、分系の交わりってなんだ。分系の交わりな、お互い命捨てられるほど仲いいってことさ。はあ、よくわからん上におっかねえ言葉だな。高生山のある漢中には多くの古戦場がある。かつての英傑たちもここで戦ったのだな。芝居殿の成功の陰には剣婦人があり、巷の噂ですが実際その通りだと思います。芝居殿は洛陽にいらっしゃるとか。あの方のことだ。ただ留守居を楽しんでいるだけではあるまい。いやいやいや、なんだろうなこの感じ。ケツの座りが悪すぎるぞ。宗師の大将軍があれだもんな。そりゃ宴席のうちも風当たりきつくなるか。でも本当このままじゃまずいな。曹操殿はその名の通り宗師に連なる人だ。言っちまえばお偉いさんの血筋だな。けどあのできないっぷりは相当だ。血筋なんて全部帳消しになるほどの無能だぞ。ああ戦いたくねえ。っていうかまともな戦いがして、なんで曹操なんかが大将軍なんだよ。
族との頭の方がまだ戦い方知ってるぜ。この戦、曹操様の実績作りのためなんだと。なんでこうもないのに大将軍なんだ。やっぱり曹ってつくからじゃないか。それ以外考えられないな。俺見ちゃったんです、芝生殿が長春華殿におこごと食らってるの。だらしない、可愛くない、元気殿みたいな娘が欲しかったって聞いてるこっちが涙目でしたよ。芝生殿は笑って首をすくめてましたけど。加工派様は名門加工一族の帝の宴席としても有名ですな。芝居殿の後を継がれるのは芝氏殿。芝生殿はこの先どうなさるのでしょう。芝一族で一番の権力者は誰か。それは今日何でもありません。こんな婦人で勝つつもりだなんて笑えない冗談ね。芝居殿もこの場にはいらっしゃらない。私たちで何とかできればいいけど。この戦にも大元気殿のお姿が。正直芝生殿が羨ましいです。果汁殿は果物を絞ったものが好きらしい。毎朝欠かさず召し上がるとか。お前いい加減な噂流すなよ。果汁殿は果汁が好きだって言いたいだけだろ。でも本当このままじゃまずいな。お前が果汁か。各将軍のご子息だそうだな。俺のことは結構。それより曹操殿。ん？なんだ。申してみよ。この戦ありえぬ様相なのがわからないか。正面からの総攻撃は下策の極みだ。何を申すか。この青2歳目が大祖曹操の代より、葬儀の戦は覇者の戦。正面から敵を破るこそ覇者の道よ。お前はただ私に従えばよいのだ。分かったか。分かったならば行け。代を経れば志も失われるか。どうなっても知らんぞ。進め。高生山にこもる食軍を一掃するのだ。曹操が無能なのは分かりきったこと。自らそれを証明するとは僕らは丸る戦は知略でするものだ。追い知るがよい。まるで不安です。私の知略を破れようと。敵将を討ち取った。いやはや、ご覧の通りだ。すまん、助けてくれ。決してひるんではならぬ。敵を討ちさえすればよいのだ。進め。伝令、敵の奇襲部隊が現れました。狙いは本陣とのこと。本陣に奇襲だと。王の策で私の家にかかるとは。大したものよ。誰か私を助けよ。大将軍の窮地であるぞ。簡単にかかるか。拍子抜けだね。
でも手加減はしないよ。申し上げます。カイロの橋が敵に落とされたとの報告が。橋が落とされただと。これらは全て敵の罠であったか。絵に描いたような自滅よ。これでは義を立てた武帝たちも浮かばれぬ。もはやこの戦勝ち目はない。速やかに退路を確保して撤退するぞ。敵を手玉に取る役目無事果たせたようだ。これは山頂へ戻るべし。敵は我らの勢いに圧倒されている。逃がさず討ち取るぞ。その首捕らえ受ける。いざ。私に皆ついてまいれ。若者に決断の指示もできぬのか奴。俺たちで退却させてやるかあるまい。大したものよ。誰か私を助けよ。大将軍の窮地であるぞ。皆
足を止めるでないぞ。大したものよ。やはり現れたな。ここで岩の餌食になれ。こんなところに伏兵だと。悪夢一杯食わされたか。なすい芝居を見ている。あの兵器を止めればおのずと幕も引かれよう。この状況に駆けつけるとは目ざとい。覚えておこう。いやー、クラジュ、これには深いわけがないから助けてくれ。大将軍の窮地でやるぞ。うん、大したものよ。ここから生きて返すわけにはいきません。この月へ自慢の兵器でお相手します。この月へがお相手しましょう。自分の未熟さを思い知りました。さらに研鑽を積まなくては。敵将討ち取った。やはりここへ来たか。私はもう何なる。この先生きていかせはしない。結構やるな。
そうか。これで奴を追う材料ができた。恒星山での戦いは魏軍が一応の勝利を収める形に終わった。しかしその先の戦略を持たない曹操は戦線の維持に失敗。魏軍は後退し、結果無意な勝利と無駄な損失だけが残った。無能を晒した曹操だが、魏帝曹峰はこれを不問に付す。曹操はその後も大将軍として権勢掌握に奔走した。一方の芝居はその茶番に背を向け、隠遁の体で時を待った。5年後、曹操が洛陽を離れたのを機についに芝居が動く。彼は洛陽の子弟に一族と腹心らを集めると武力蜂起を宣言した。無能なる曹操を排し、才ある者の手で義を刷新する。時は来た。芝居の言葉を聞く誰もがそれを確信した。芝居、芝氏、芝将、趙春夏が都にうごめく暗愚を打つ。天下の頂点を目指すぞ。覆す。かつて天下にふさわしい男がいた。そしてその子もまた阿道を継ぐに足る器であった。しかし宗師すでに覇者たる風と格なし。故に我らの才をもって義を改める。話が大きくなってないかな。曹操を除くのはもう分かるけど、将、こういうものは徹底せねばならんのだ。愚者に己が分際をわきまえさせるために。諦めろ。無駄な温情は本当の面倒くせを招くぞ。行くぞ。恩義を打ち払え。義をあるべき姿にするのだ。やはり芝一族は反乱を企んでいたが、曹操様不在の隙を狙ったな。散れ、控えろ。曹操の患者が潜んでいるのは予測済みよ。騒がれる前に残らず排除するぞ。我らでは止められぬ。早く曹操様に報告せねば。これでいい。西門より侵入し、急ぎ洛陽を制圧せよ。慌てて帰還する曹操を迎え撃つぞ。不穏な空気、まさか反乱。
ここは通しません。芝居が攻め入ってきたぞ。急いで城内の守備を固めるんだ。守りを固めたところ一枚岩ではあるまい。要所で我らの力を見せつけ内側から崩すぞ。死と将は東から、私と春子は西から回る。それを要所を制圧しつつ玉座の間で合流するぞ。承知しました。将、私たちは兵所と兵糧庫に向かうぞ。そうだけどな、武者には思い知らせねばわからんのだ。さっさと玉座の前へ急ぐぞ。際立つ武をお持ちだ。あなたこそ表舞台に立つのふさわしい。責任ある立場にふさわしいご活躍です。玉座の間を確保したな。これで洛陽の制圧はなったぞ。伝令、曹操軍先鋒が洛陽に帰還した模様。のこのこと現れたな。こちらは準備万端。
曹操と、それに組みする者を殲滅せよ。楽陽は制圧したって、まだ戦は続くんですね。この戦、徹底的に勝利せねばならん。わずかでも火種を残しては再燃は避けられん。すでに芝居の焼酎だと？撤退だ！もちろんいるぞ！誰か私を助けよ！大将軍の窮地でやるぞ！棒状際の悪いな。曹操を逃がすな！速やかに追撃せよ！誰もおらんのか、この都に。私の味方は取り巻きたちも逃すな。この戦、徹底的に勝利するのだ。曹操の取り巻きを殲滅したな。これにつられ義に居場所を失う者も出よう。残る有力な一族は、そう、加工氏、加工派の様子を探らせておくか。俺芝居恩を忘れ、宗家に義に立てつくとは。門具は打ち払われた。これより義はあるべき姿に戻されるのだ。芝居率いる一党は曹操の手勢を制圧、洛陽を掌握した。曹操は大将軍の座を追われ、その一族の権勢も失われる。これにより義のうちに芝氏に対抗しうる勢力は消滅。芝居は義の軍心の頂点に立った。愚者を除き、義の祭りごとと戦とに英知の神風を送り込む。その先に膠着した五色との定律を崩し、時代を開く。芝居に従った誰もが、彼こそがその道を行くものと期待した。ある日、芝居に従う者らは再びその指定へと召集される。五色への凱成か、あるいは義においてさらなる高みへと進むか。芝氏芝将の兄弟も固唾を飲んで父の言葉を待つ。しかし芝居の口から出たのは意外な宣言であった。ああ、うん、お前たちの活躍もあり、曹操を追うことができた。これからはお前たち、いや、諸君ら治癒あふれる者たちが義を導いていくことと確信する。
そこでそこでだが、この芝中達、ここに隠居を宣言する。以後のことは我が子死に。父上、なぜこの大事な時にそのようなことを。資源も市場も成長したのは図体だけね。そこまで大きくなったなら早く自分の足で立つべきではなくて。は、はい。よいか、師、将。才に溺れず己を磨き続けよ。今に満足せず明日を考えよう。そうして日々前へと進むことこそ。旦那様。その調子で甘やかすから、いつまでもあの子たちは。いきなりだったが、いつか迎えることであったな。お前はどうする、翔。どうするったって、もちろん兄上を支えますよ。そうか。曹操を廃し、葬儀の実権を握った芝居。しかし彼はその後間もなく隠居。家督を嫡子芝氏に託した。芝氏は弟芝将と共に実力を持って義内に頭角を現していく。こうして芝氏の台頭が著しい一方、曹氏は凋落の一途をたどる。それは芝将らと共に戦う夏侯派にとって人事ではなかった。夏侯氏は系譜を遡ると武帝曹操の父曹数と連なる家系。ならば自分もいずれは曹操らのように追われる運命か。そんな折、縁戚である夏侯玄が芝氏により処断される。不安が極まった夏侯派は義を出奔、職への亡命を企てた。それを知り夏侯派を追う芝将、王元気、郭淮、屈輪を並べる友の心を救うべく三人は漢中をかける。の権力者張飛と親戚なんだとか。偉い人たちはどこでつながってるかわからんな。ここは漢中か。なんと皮肉な。夏侯淵殿が倒れられた地ではないか。ここで夏侯派殿まで散るなど耐えられない。なんとかなんとかならないものか。夏侯派殿、なぜこのようなことを。職はお父上の仇ではないですか。俺見ちゃったんです、夏侯派殿が芝将殿に何やら相談してるの。お二
二方の顔は真剣そのもの。それで何を話してるのかと聞いてみたら、どうやったら背が伸びるかって話でした。芝生殿は寝てたら自然にですって。加工派殿不満そうでした。これが出奔の理由なんてことはないですね。諸君の脅威がこの亡命劇を作り上げたとか。加工派様はとんだ悲劇の主人公ですよ。俺高いところが苦手なんです。それなのに東には断崖絶壁があると。ああ考えただけで震えが。敵の砦があっても西の道から行きたいです。加工派様を慕っている兵は多いです。お坊ちゃんなのに気さくだからでしょうかね。加工派様よくおっしゃってました。俺は体も気も小さいって。加工派殿の鎧ってすごく立派だよな。そりゃそうだ。加工師の技術で加工してるんだからな。加工派殿の宴席、加工源は処断された。だがそれは相応の理由あってのこと。しばし殿とて言いがかりで人は罰さぬ。加工派殿はそれを分からぬというのか。脅威と加工派殿を合流させてはなりません。それだけ亡命の意志が強固になるかと。芝生様は親しみやすいのがいいですね。他の芝生の方は近寄るのも怖いです。ここから職に至る道は複数ある。別々の道を連携しながら進むのがいいだろう。加工派殿随分思い切りましたな。そういうところは父親譲りってことですかね。加工派殿はお父上を誇りにしていた。だからその血筋を大事に思ったのかしら。なるほど。ならば加工派殿は知るべきです。加工園殿の偉大さは血ではなく心にあったと。そうですね。家柄に志が宿ることはないのですから。各愛殿は加工園将軍を信奉しておられた。その心中察するにあまりある。加工派のやつ職に亡命だって。なんでそんな面倒なことを。曹操殿の失脚で不安になられたのでしょう。加工氏は曹氏に連なる家柄ですから。でも加工派には何の非もないだろう。まさか父親の仇職に逃げるなんてな。そこまで追い詰めちまったってことか。俺たちが曹操を追いやったことで。それとこれとは話が別。それを加工派殿にお伝えしなくては。亡き加工園殿のためにも、この私の命に代えても。加工派の亡命に協力してるのは職の脅威。奴を追い払えば話す機会ができるはずだ。そのためにも二人の接触を阻止する。今回は二手に分かれて進もう。一方は加工派殿の進路の妨害、他方は先回りして脅威の撃破でしょうか。ああその通りだ。行くぜ。俺たちで加工派を止めてやるんだ。加工派に会う前に脅威を倒さないとな。あいつがいたら落ち着いて話もできないだろう。俺と元気は西の道から脅威を。各愛は
山道から火口派の進路を妨害してくれ。火口派とは我々を追ってと勘違いしている。姿を見せずに足止めしなくては火口派殿が主君を下ることになっては。これは私は火口炎将軍に顔向けできない。戦は知略でするものだ。俺は知るがよい。とも勇ましき戦ぶり。この石柱、今にも倒れそうな私のようだ。足止めに使えるやもしれない。もっと砲で狙うとは。だがあれを使えば石柱を倒せる。これで少しは時間を稼げたはず。なんで道が塞がってるんだ。まさか父さんの目が。いやいやいや、とも勇ましき戦ぶり。
馬将様が脅威に接触、加工波殿に先行できた模様です。おお、私の目的は達成られた。喜びのあまりめまいが。私も芝生殿と合流しなくては。脅威を満ち、加工波殿の迷いを消し去ろう。ここは通行止めだよ。通りたいなら俺をやっつけなよ。はあ、クリアします。心情なのよ。ということでさよなら。敵将撃ち取った。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。なんと心臓に悪そうな橋、あれを落とせば時間を稼げる。この岩を奪えば下の橋を落とせる。あとは私の体力次第だ。うっ、地に変えてもここを守り抜く。一歩たりとも引くな。俺はしない。お前たちも義流は諦めるんだな。これで邪魔者はいなくなったか。加工派、話せば分かってくれるよな。切るのか。曹操殿を追い、俺を切り、軍をしばしのものとする気か。まあ落ち着けって。俺たちうまくやってきただろ。それは変わらないと思うぜ。ならなぜ曹操殿は。それはひとえに曹操殿の無能さゆえ。これすら分からず怯えきって。加工園殿は強く惜しかった。
それは家や血筋ではなく、将として人としてのありさまあればこそ、花崗岩殿のご子息たるあなたがそれを継がずして何とされます。家じゃなく生き様を継ぐ。悪い父さん、かっこ悪いとこ見せちまった。みんなにも手間かけさせちまった。すまない。この借りは戦働きで返す。ああ、じゃ帰るとしようか。蜀への亡命を試みた夏侯派は、郭偉らの説得を受け義に帰還。しばしは夏侯派の杞憂を理解すると、騒動を不問に付した。立つべきは血脈ではなく、権勢や慢心が生む愚かさの連鎖。有能な将として共に戦う夏侯派を廃する理由はどこにもなかった。その3年後、呉では帝である孫権が死去。末子孫良が後継となり、諸葛閣がその補佐の任に就いた。諸葛閣は魏と領地を接する東漢の地の軍備を増強、魏に対して明確な戦闘の意思を示す。しばしはこの法を受けると、腹心たちを東漢へと向かわせた。命を受け外政へと赴く司馬相、諸葛丹、大元気、夏侯派。定律を破り新たな世へ、司馬氏の時代への戦いが今始まる。諸葛丹様、今年はおらんとこの畑出来が悪いで。それは気の毒だったな。よし、減免するよう言っておこう。諸葛丹様、娘が嫁に行くってのに晴れの日に着せてやるものがねえだ。ああ、それはめでたい。後ほど誰かに手配させよう。おい諸葛丹、そろそろ始めるぞ。さあ、じきにここは戦場になる。お前たちは村に戻るのだ。心配するな。村に戦火は及ばん。この諸葛公宮がいる限りな。ありがとうございます。よろしくお願いしますな。領民の御用聞きか。大した人気だな、諸葛丹殿。ああ、カジュー殿、人気などとは大げさな。民の笑顔、民の安寧、それこそが私の願い。諸葛一族に流れる仁愛の道だ。
こたびの戦、この諸葛公宮が指揮を執ります。各位、私の指示に従って動かれますよ。どういうことだ師匠。まさかお前、本人がやりたいって言うんだからいいだろう。なあ諸葛さん。説得が面倒になったか、このアホが。けど急いで進むのは微妙じゃないか。時間をかけても包囲してった方がいいだろう。なりません。この地には多くの民とその畑があります。それを踏み荒らすわけにはいきません。畑ってお前。迅速に攻めれば問題ないはず。各位、それを心がけて戦っていただきたい。憂いを帯びた大元気殿もまたいい。ああ、いや、失礼しました。俺、芝生様も諸葛丹様も好きです。なのにお二人は、ちゃんと互いのいいところを見る。人間関係の基本だと思いますよ。この孫権が死去するとは、いよいよ時代の戦いって感じですね。人にやらせておいてやっぱりダメ。そんな場合、どちらが責任を取るのでしょう。やらせた方でしょうか、それともやりたがった方でしょうか。今回ばかりは芝生様に失望しました。なぜって、お役目を放棄したからです。正直、もう少し責任感のある方だと。本当に残念です。加工派殿、鎧をつけてても足速いですよね。俺、以前にみんなで追いかけたことが。あれ、これって触れちゃいけないことでしたっけ。俺見ちゃったんです、芝生殿が芝氏殿から忠告を受けてるの。己の際にあぐらをかくな、人と向き合うのを怠るなと。今その言葉を思い出していただけたら。ああ、いや、俺何言ってるんでしょうね。余計なお世話ですみません。諸葛丹殿は聖人君子のようなお方だ。民や我ら兵のことを大切にしてくださる。他の方々とは折り合いが悪いようだが、きっと諸葛丹殿がご立派すぎるせいだろう。諸葛丹殿はあの諸葛亮と同族だそうです。道理で聡明であらせられるはずだ。後にも諸葛金という重鎮がおられたとか。まったくすごい家柄だ。ここは当館だ。当館閣に並べよ。と浮かんだんだが、どうだろう。どうだろうもないですよ。余計寒くなりました。これぞ当館です。諸葛丹様は決して無能ではありません。誠心誠意話せばもっといい策も。俺の家族は諸葛丹様に救われました。このご恩を返すまでついていきます。地の果てだって構いません。本当にずっとずっとですよ。我ら皆諸葛丹殿についていきます。五の諸葛閣は諸葛丹様の親戚と聞きました。やっぱり同じように慈悲深いんでしょうか。敵の総大将は諸葛閣だってよ。諸葛丹殿と同族らしい。諸の諸葛亮だの、五の諸葛閣だの、諸葛一族ってどこにでも入り込んでるんだな。まあ、それだけ優秀ってことか。加重殿の目は苦手です。冷たく人を見透かしてる感じがするんです。
だ。まあ言ってることはわかるけど、なんだろうな、あの堅くなさは。とはいえ俺からは何度も間違ってるとは言いづらいんだよな。師匠殿はいつもの調子ね。そして指揮を諸葛丹殿に任せた。本当に自分の在り方に無頓着すぎる。もっと自覚を持ってもらわなくては。この戦、くだらん茶番になりそうだな。さて行こうか。この間の分も俺が頑張らないとな。けど諸葛丹、お前ちょっと間違ってないか？何を言われる。私も諸葛一族に連なる者、策において遅れを取ることはありません。ああ家柄の話か。そんなのにすがる思いが俺にもあったよ。ならばわかるはずです。私の民を愛し敵を憎むこの気持ちが、いざ義と天下と民のため、我らの力で敵を粉砕するのです。まずは敵の拠点を制圧する。皆進軍を開始せよ。うまくいきゃいいんだけど、人気はあるし。さて一仕事するとすっか。過去を中堅いくぜ。師匠のやる気のなさも問題だが、やる気のありすぎるものも心臓。諸葛丹殿は有能な軍師を輩出する一族の方。さあ勝ったも当然ですな。我らは慈悲深き諸葛丹様を尊敬しています。どこまでだってついていきますぞ。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。黙んねえ。敵は強いぞ。逃げろ逃げろ。このままじゃかなわん。絶対だ。私には到底及ばぬお働きです。その勢い誰にも止められますまい。おお敵の動きがおかしくない。わざとらしすぎる。とにかく変だ。一緒に進むのはまずい。俺たちは東から行くぞ。芝生殿が新聞路を変えただと。私の指示に従わず勝手なことを。敵を追撃しつつ進軍せよ。我々がこの戦を制するのだ。俺はどうすっかな。諸葛丹殿についていくか。心配だし。
背後を刺された今、もはや後戻りはできぬ。砦を突破して進むのだ。生き残るぜ。こんなとこで無駄死には勘弁だ。その勢い誰にも止められますまい。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。逃げるとはこれ以上の恥があろうものか。なあ、家柄にとらわれると大変だぜ。お前自身の生き方とか考えたらどうよ。何としてでも生き残りましょう。諸葛丹殿はここで終わるお方ではありません。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありません。その勢い誰にも止められますまい。素晴らしいご活躍、お見事です。門を閉じよう。奴らを閉じ込めるのだ。Thank you.
シーのごとき紅蓮の炎を食らうがいい。あいつを倒さないと突破は無理か。最後までめんどくせやるな。大したもんだぜ。あと少しで脱出できる。みんなもう一頑張りしてくれよ。はあ、やっとここまで来たか。あとちょっと。このありさまです。手を貸してくださいませんか。義など恐れるに足りぬ。この私がお前らに運動を渡してやろう。ごめんなさい、ここは通せない。ながらお見事な武勇。策の五段もありません。強いね。これ以上に無茶はしない。今日のところはこれまでだ。次の戦で確実に葬ってやる。これでなんとかなったな。早く引き上げるぞ。生き残った多くの精鋭たちよ、敗戦を嘆いてはならない。我らはこれより合肥新城に向かう。しばし殿の下でこの雪辱を果たすのだ。呉の侵攻の気配を察知し先手を打った宗義。しかし諸葛丹の失策により当館での戦いに敗れてしまう。勝利に勢いを得た呉の大将軍諸葛恪はそのまま魏軍を追撃。結果として呉のさらなる侵攻を招くこととなった。司馬将らは退却の中手早く軍を再編。合肥新城まで引くと洛陽に救援を要請する。この要請に応じ出陣したのは他ならぬ司馬氏自身であった。司馬氏は合肥新城へ急行すると呉軍の行為を蹴散らしつつ入城。その姿を見た魏の将兵は安堵と歓喜とに高揚した。これよりは魏の真なる英知の戦、孫悟の先兵ここに果てるべし。司馬氏諸葛丹郭淮が合肥新城に最地をほとばしらせる。司馬信玄、天下の頂点を目指すぞ。します。敵がさらに包囲を狭めてきました。城内にかなりの敵が入り込んでいます。すいません兄上、呉の奴らえらく押してきたみたいで。呉職にはあるかなきかながら命がある。軍を進めるならばこの合肥となろう。あるいは組しやすしと思われたのやもな。果実の戦、司祭は諸葛丹から聞いたぞ。はい。そう落ち込むな。今ここでお前たちの席を問うつもりはない。私には見えている。
諸葛丹の報告の向こうに広がる情景もなむしろうまくおびき出したと考え五の主力をここで一網打尽にできると。わかりました、兄上。すいません兄上、五の奴らえらく押してきたみたいで。師匠殿と諸葛丹殿、先の戦で双方の問題点が露呈しました。今は資源殿を中心に皆が団結しています。ですが二人の考え方は変わっていません。このままではいずれまた師匠殿のやる気のなさには呆れる。やればできるというのに。俺見ちゃったんです、果汁殿と大元気殿が話し込んでいるの。そこに芝生殿が登場、修羅場だ。俺は身構えました。ですが逃げたのは芝生殿の方、追いかけるのは果汁殿と大元気殿。芝生殿、仕事を怠けてぶらついてたとか、その行方を探してたのがお二方ってわけです。こんな時でもしばし殿は落ち着いている。何か策でも終わりなのだろうか。五の連中め、この城に足を踏み入れたこと後悔させてやる。五軍はすでにこの城に入り込んでいる。兵器を使うにしてもまず取り返さんとな。この向こうにはすでに五軍が。ふう、怖い。格外様、いつにも増して顔色が。連戦が響いたのでしょうか。敵は大軍、対してこちらは貨幣、兵力差では圧倒的に不利。しかしこの城を生かせば勝機はあります。各伯生、死ぬ気で戦局を切り開きましょう。大元気殿、最近ため息ばかり。芝生殿のお目付け役って辛いんでしょうね。芝生殿は大元気殿を認めたみたいですね。以前は逃げてばかりだったのに、今は。まあ今度は大元気殿が逃げる番ですね。愚痴ばかり聞かされてはたまらんですよ。悪くない。あとは師匠を一押しせねばな。しばし殿が来てから空気が変わったな。いい意味で張り詰めてて戦らしい感じだ。しばしょう殿では出せない空気だよな。まあそれがあの人の魅力かもしれないが。さすがはしばし様だ。この緊迫した状況でも顔色一つ変えんとは。しばし様の入場に皆沸き立っています。これで我らも勢いづきますな。しばし殿、先の戦については。よい諸葛丹、お前の席を問うつもりはない。ただしこの戦での失敗は許さぬ。五の主力を叩き雪辱を果たせ。しばし殿、なんと情け深い。諸葛公宮、必ずやそのお心にお答えします。敵の大将軍諸葛閣は五の諸葛金の息子、そして諸葛の天才軍師だった諸葛亮の甥だ。同じ諸葛でも出来は違うようだな。
せいでこの城の兵器が使用できないぞ。使用がないよ。兵器が使用できなくても兵器さ。行くぞ。ここに孫悟の将兵を打ち果たす。これより反撃に転じる。すべての城門を閉めよ。近くまで攻め入った敵を駆逐する。勇者を抑えて将を倒し起動させよ。将と各隊は西へ向かえ。諸葛丹は私と共に東へ行くぞ。戦力で押し返せるかどうか。それで戦力差を埋められるはずだ。
兵器が再起動したようです。これで我らの攻めは勢いを増しましょう。城門を開けておいて敵を中に誘い込む、こんな奇形を思いつくのは兄上だけですよ。この策、軍団が崩れては意味をなさぬ。門が破られる前に城内の敵を掃討せよ。それがしが相手になろう。それがしにはまだなすべきことがある。ここは引こう。敵将討ち取った。私には到底及ばぬお働きです。城内に入った五軍は一掃した。次は我らが打って出るぞ。城の包囲を崩しつつ戦線を上げる。戦力を一点に集中せず広く取るのだ。引き続き将と各隊は西を進め、私と諸葛丹は東から攻めるぞ。しばし殿の指揮には自信が満ち溢れている。ああ、私もあの高みに近づけたら。締めのない戦を続ける無能か。この私が無能だと。その高慢な花をへし折ってくれるわ。天命我にあり。兄上には隙というものがありませんね。おのれ葬儀、おのれしばし。必ずや注いでくれる。我が諸葛の名にかけて。お前ごとき無能が諸葛を語るな。諸葛と、まるで誰ぞの影でも見ているようだな。血筋が何だ、名が何だ、そのようなもので己の才は磨かれる。死は
ただ己の才によって生きる者、この私とてそう務めている。生まれに溺れるような輩はああなる運命。さあ引き上げるぞ。生まれに溺れるか。私は囚われていたのだな。己足らんとする前に諸葛足らんとあがいていた。だが今その呪縛から解き放たれた。これよりの私はただ私として才を磨き進んでいこう。芝氏によって束ねられた魏軍は合肥新城に五軍を撃退した。その後ほどなく五軍を率いていた諸葛恪が内紛により謀殺される。主戦派であった諸葛恪の死により呉の動きは沈静化。一進一退の末、東の魏呉の戦線は再び睨み合いの形となった。一方西では蜀の脅威が呉の動きに乗じ魏への侵攻を再開する。これに対し芝氏は芝将に一軍を預け迎撃に向かわせた。芝将は鉄狼山で蜀軍を迎え撃つも初めての防衛戦に苦戦。結果各隈を前線で孤立させる事態を招いてしまう。己の不明を嘆く芝将だが、何としても各隈は救いたい。その思いを受け霊利な視線を戦場へと向ける荷重。紹介当該ら優勝も鉄狼山にその闘志を燃やしていた。私は選ばれた人間、蒋士気だ。各愛、俺のことなんかほっとけばよかったってのに。各愛殿はお前を救うために己が身を捨てた。それは随分な言いようだな、師匠。分かってる分かってるってけど、これじゃお前は自分が思うより多くを背負っている。それを知るいい機会だったな。ああ、十分思い知ったさ。だからこそ各愛を助けたい。今回は俺もその意見に従うぞ。各愛の際はこれからも必要となる。ここで死なれては困る。だが救うなら早い方がいい。脅威が凶族を呼びに走っているからな。
奴らが来る前に急いで各愛の元へ向かうぞ。四条を第一と考えたか。各愛評価に値するもののようだな。ならば俺が奴を救おう。四条の道には多くの才が必要だ。各愛、俺のために無茶しやがって。俺が好き勝手やってたからなのか。やめてくれよ、めんどくせえ話だ。芝生殿のためになるかならないか、それが果汁殿の判断基準なのですな。各愛様は歴戦の将、相手が正攻法で来る限りは大丈夫ですよ。焦りは最大の敵かと。闇雲に各愛殿の元へ向かっても危険ですぞ。芝生殿を攻めるのは筋違いですよね。けど各愛殿に何かあったらと思うと。俺見ちゃったんです、芝生殿と大元気殿が巨匠で話しているの。四条殿が私なんて切なげな表情、俺の胸も高鳴りました。ですが続く一言が、やっと楽になれるみたい、いってらっしゃいでしたよ。いやー、バッサリとはこのこと。その衝撃で今も苦戦してるんですかね。残された味方は敵に包囲されているようだ。どうやって救い出せば。職もしばらくおとなしくしていたが、ここに来て動き出すとは。まさか何か勝算でもあるというのか。各愛様を助けてください。あの方はここで失ってはならない方です。各愛殿たちがどうか無事でありますように。各愛様以外にも戦場に残された方々が、皆様無事でいらっしゃるのを願って。当該殿は実直な方、まさに武人の範たる御仁です。兵と共に泥にまみれ、兵と共に戦う、あの方の下で戦えること嬉しく思います。各愛殿はああ見えて丈夫な方、すれば無傷で帰ってらっしゃいますよ。果汁殿が芝生殿にこう言ってたぞ。四条、市場を差し挟むなってな。これって本気かシャレなのか、果汁殿の表情は読めないから分からんな。紹介殿は当該殿がお好きなんですね。あれ、そうじゃないんですか。だってあんなに話しかけたり気にしたり。紹介殿は最近一発の死、自由とも申し分のないお方です。ただちょっとお偉方の間では見ての通り自信満々な方ですから。鳴りを潜めていた職が再び動いた。国力に余裕があるとは思えないが、いや、相手の思惑など見えようはずもない。自分はただ撃滅の任を遂行しよう。紹介殿、ご武運を。私は選ばれた人間、武運なんてくだらないものは必要ないよ。開門せよ、正式の出陣だぞ。はっ。俺のせいで核は敵の中に。どうにかしてあいつを救い出すぞ。あいつを救うな、芝生で言ってやろう。この俺が相手になるはず。
敵将を討ち取った。勝機は今、厳しく攻め立てます。ここから一歩だ。我々の負け。これ以上は持たぬかな。運び始めるだと？何かおかしい。阻止しておくか。伝令、諸葛丹殿が援軍として到着しました。私は合肥新城で生まれ変わった新しき諸葛公宮が皆の力になろう。ここで邪魔されるわけ。取り残された将がいる。こいつらも助けるぞ。あの子たちもたまには礼の一つでも言えば舞い上がるだろう。おい、奴らが崖下にいるぞ。今が好機、上から強襲するぞ。何か仕掛けてやがったか。あいつらの思う通りにはさせないぜ。
と見せつけてくれますな。私には到底及ばぬお働きです。していたのか。もう騙すことは不可能だ。その格好、義の兵装じゃない。避けられるはずない。趣味の悪い策。私は先人たちの意志を継いでいるのだ。諸君、必ず勝つ。古い人間の考えに縛られる愚か者。この書を指揮、目を覚まさせてやる。これが選ばれた人間の力だ。その調子、その調子。誰にも止められますまい。またも我らの大使阻まれてしまうのか。上将、申し訳ありません。助かったよ、カジュ。紹介、当該。結局あちらこちらと駆け回ったか。ああ、いや、
四条、もう一度聞け。お前は多くを背負う道を歩んでいる。だからこそサジに振り回されるな。そういったものは全て俺に任せればいい。けど今回は格外な。芝生殿、鉄狼山で窮地に陥った魏軍であったが、諸将の働きでこれを挽回。郭淮を救出すると、そのまま蜀の軍勢を撃退した。しかし蜀の脅威が往年の諸葛亮のごとく魏へ攻めきたるは明白。また孫吾の動静も予断を許さない状況であった。しばしは来たる戦乱に備え、魏内の体制を盤石とすべく動く。軍及び宮廷内で己の障害となる者を次々に処断。果てには魏帝双方を廃位、新たに双方を帝の座に据えた。この芝氏の急進的な動きに対し、反芝氏勢力が団結。年が明けて早々、官丘県文金らを中心に樹春の地で決起した。だがこれこそ葬儀のうちを粛清し、愚かなる者を一掃する好機。しばしは当該、果重、郭淮と共に自らその鎮圧に赴いた。しばしげん、天下の頂点を目指すぞ。こんな風に内乱ばかりだと不安になります。天下統一なんて夢のまた夢じゃないかって。いよいよ葬儀内の粛清も進んできましたね。しばし殿のやり方はいささか急進的だが、こうでもせんと儀内は乱れるばかりよ。最近義弟の存在感が薄いですよね。いっそのことしばしが天下を。あ、いえ、不謹慎なことを申しました。しばしょう殿、ずいぶん浮かない顔してますね。悩み事でもあるんでしょうか。果汁殿はしばし殿と話が合いそうですね。でも仲がいいのはしばしょう殿の方。考え方が似ていればいいってもんじゃない。友情は不思議ですね。文豪でしたっけ、文金の子にそんな奴がいましたよね。結構できる奴に見えたんですが、あいつも俺たちの敵になるんですね。俺見ちゃったんです、芝生殿が大元気殿にお願いしているの。部屋に入れてくれ、愚痴らせてくれって聞いてるこっちが悲しくなるような懇願です。で、部屋から顔を出した大元気殿の一言、みんなに迷惑だから静かにしてくれないですって。俺はそっとそこから離れました。なんだかもう見てられなかったんですよね。官丘県も文金も何考えてやがる。反乱を起こして孤立たを笑わせるぜ。だよな。でもあの人たちそんなバカだったか。文金の息子の文王って見たことあるか。これが男の俺でも惚れ惚れするやつなんだ。ああ、立派な体育に輝く鎧兜、謙虚で礼儀正しくて強い、かっこいいよな。
なのに文金の息子だったばっかりに。俺正直あの人とは戦いたくないよ。文王様の武者ぶりに武者ぶりつきたい。ああいえ、女官たちの評判です。決して俺が思ってるわけでは。かつて自分らも乱を起こしました。しかしそれは朽ちかけた木を改めるため、己の保身のために乱を起こすとは武人として情けない限りです。新帝に総坊様が即位されましたか。正気あふれる若き帝の治世に期待したいです。俺、当該様の部下で幸せです。今回の任務も頑張ります。関宮兼文金、共に歴戦の地、それがこのような乱を起こすとは。いや、ならばこそ古い勲にすがり今を生きられないのでしょう。しかし惜しむべきは文金の子です。彼は武人として大成したでしょうに。各愛殿を見ると命を大切にしたくなります。本当、鉄狼山でご無事でよかったです。文金は昔義風の乱ってのもやってんだ。性根からそういうやつなんだろうな。けど文金の子文王は大した男なんだ。これがトンビが鷹を産むってやつだな。